テイラー・スウィフトの初東京ドーム公演には大勢のファンが押し寄せ、バックステージパスの写真やビデオをポストされたファンたちはもうとにかくこの公演が最高だったと大興奮していました。バックステージパスへようこそ。ナビゲーターの渡辺樹里です。今誰がトレンドか、バックステージパスで見てみましょう。それもそのはず、この東京公演は彼女が2024年のグラミー賞で年間最優秀アルバム賞を受賞した数日後に行われた特別なコンサートだったのです。東京中すでにテイラー・スウィフトマニアがどこにでもいるような気配がしていますが、それもそのはず、この東京公演はなんとラスベガスのスーパーボウルだそうです。楽しみすぎます。